ーちゃんこんばんは。今日はトレヒット購入品があるので紹介をしていきたいと思います。すごいねお久しぶりの動画になってしまって申し訳ないんですけど、日向坂のトレヒット購入品があるのと、ちょっとね量があんまり坂道関係だけだとないので、最近いろいろ購入したものコスメがメインになるんですけど、まあ、紹介したいなと思います。ではまず先に日向関係のまずトレヒンから紹介します。はい、まずコースターですね。はい、ひなのちゃん撮りしていただきました。ありがとうございます。多分ミーパンかな、撮りしてもらえて、はい、嬉しかったです。はい、こちらはステッチできないです。はい、で撮り品で最後、もう最後なんですけど、はい、大きい硬質ケースと袋とお手紙いただいてます。この度は交換に応じてくださりありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いしますということで、はい、こちらこそありがとうございます。日向坂カフェのコースターのクミちゃんとひなのになりますね。はい、ありがとうございます。クミちゃんは一応提供はできますね。はい、ひなのをねこれメインで引かせていただいたので、はい、1枚ねゲットできて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではここから購入品なんですけど、はい、まず写真ですね。はい、4枚コンプなんですけど、はい、君しか勝たんの封入のひなののコンプになります。ありがとうございます。ちょっとね何もね補強がなく届いてしまって、ちょっと、ね、状態が折れたりはしてなかったんですけど、はい、ちょっと補強がなかったのが残念だったんですけど、はい、CD ちょっと買わなかったので生写真だけ、はい、メルカリで買わせていただきました。一応3コンプ集めたいので、あと2コンプ分と、あと鈴鹿ちゃんとクリちゃんも希望しています。はい、で続いてもメルカリでの購入品なんですけど、ご協力ありがとうございます。この HMV の、ね、クーポンのすずかちゃんとひなのになりますね。ありがとうございます。まとめて安く売ってたので、はい、買っちゃいましたね。これすごい欲しかったので嬉しいですね。めっちゃ可愛いはい、ありがとうございます。で続いての購入品が、日向のね、ロッピーで、コンプリンかな、コンプリンで、印刷、ひな札もしてきましたね。以前、ひなのちゃんのソロのものの、この L 版1枚と、2L 版1枚印刷してたんですけど、3枚欲しかったので、追加で、L 版2枚と、鈴鹿ちゃんと、影ちゃんも L 版だけ印刷してきました。ちゃんとね、忘れずに印刷できて、はい、よかったと思います。はい、で、オタク関係のね、購入品は以上なんですけど、最近硬質ケースをね多分デコるの流行ってると思うんですけど、私もねちょっと作ってみたので、全然ねセンスないんですけど、ゆるく紹介します。3枚ね作ってみたんですけど、はい、まずこちらですね。めっちゃねシンプルな感じになってしまってるんですけど、一応入れとこうか。ひなのちゃんの横なんですけど、よいしょ、あんま分かりにくいかな、封入の方がいいかもしれないです。よいしょ。この可愛いよりを入れて、はい、こんな感じですね。結構シンプルめなものを作りました。で、このねお花のシールがすごい気に入ってて、セリアでね購入したんですけど、はい、このドライフラワーのねシールを買ったんですけど、めっちゃ可愛くて結構お気に入りですね。一応ここにも貼ってるんですけど、はい、これ結構買ってよかったなって思ってます。で次はちょっとねあんまりデザイン重視で、こう写真を入れるのにはすっごい不向きなんですけど、こちらじゃん、このお手紙風のものを作りました。これは正直なんて言うんだろうな、誰かとかに渡す時にこう裏に入れて、なんかお手紙じゃないですけど、こう渡せる感じにしたくて作ったんで、ちょっとねなんだろうな、推しがこう可愛くデザインしましたって感じにはちょっと不向きなんですけど、はい、こんな感じで作ってみました。このねシーリングのシールもダイソーかななんですけど、めっちゃ可愛くて、はい、気に入りましたね。で最後が、はい、こちらですね。このクマちゃんとパールとハートでまとめたものになるんですけど、はい、これもね結構可愛い、これ結構私的には可愛くできたなと思ってるので気に入ってますね。どうですかね、本当にセンスあんまりないのであれなんですけど、私的には結構可愛くできたかなと思ってます。はい、こんな感じですね。チールとかか、はい、では続いてコスメ
箱とかは開けてしまってるんですけど、はい、紹介します。まずマスカラですね。まずピメルの、はい、パーフェクトロングカールマスカラになります。これも結構有名なやつで、私の好きなトッカーさんが紹介してたので、はい、買ったんですけど、めっちゃデザインも可愛くて気に入ってますね。で、こっちはキャンメイクなんですけど、とマスカラを塗る前に塗るマスカラ下地なのかな。これもね、結構人気だと思うので、私も買ってみようと思って、はい、買ったものになります。最近は結構動画ね、あんまり上げ てなかったんですけど、メイク研究を頑張ってましたね。はい、で続いてがこれもね、最近買ってめっちゃ気に入ってるんですけど、ルム&のアイシャドウパレットになります。結構ルム&のアイシャドウパレットは種類があると思うんですけれども、この全部マットなやつにしましたね。はい、仕事で使いたかったので、はい、これを買いましたね。めっちゃ全部色可愛くて、全部使いやすいカラーなので、はい、結構仕事に行くときはね、あんまキラキラしたメイクはできないので、これを使って、はい、出勤してます。これ結構気に入ってますね。で、続いてもロム&なんですけど、はい、こちらのリップになりますね。なんて書いてあるかわかんないんですけど、結構ロム&ってグロスタイプのものが結構主流かなと思うんですけど、このね、よいしょ、スティック型っていうんですかね、欲しかったので買いましたね。これは確か10番だったかな。結構ピンク味が強い色なんですけど、私普段はイエベ系のメイクが好きなので、あんまり買わない色なんですけど、結構周りからは絶対ブルベだよって言われるので、はい、ブルベ系のリップもちょっと使ってみようかなと思って買ってみました。これまだちょっと一回も使ってないんですけど、今後使おうと思います。パッケージもね、可愛くて、はい、気に入ってます。はい、で続いてがパラドゥのネイルになりますね。こちらはセブンイレブンで買えるものなんですけど、私以前こちらのね、何番だっけな、これは02番、 PO02 番ってものを使ってて、これね結構使ったんですけど、めっちゃね、オフィス向けっていうか、結構会社とかでも派手にならないので、すごい気に入ってて使ってて、でこれが多分限定のやつなのかな、なので、はい、買ってみたんですけど、めっちゃ良くて、今もしてるんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、若干青のパールが入ってるので、なんか程よいキラキラになるので、すいません、ちょっと爪汚いんですけど、はい、かなり気に入りましたね。これめっちゃ可愛くて、でこれのね、パッケージの中にね、これがついてて、めっちゃ可愛かったですね。なんかね、ここのこれリボンなんですけど、なんかバラとか4種類全部であるみたいで、なのでね、もし買われる際はここのね、から好きなの選んでみてください。これ結構可愛くてお気に入りです。で続いて、ダイソーで買ったものを紹介します。まずこのクリアなケースですね。はい、この3段のやつですね。これは確か200円だと思うんですけど、上にね、ちょっとまだ何も決めてないんで適当に入れちゃってるんですけど、上にちっちゃいアイシャドウで、下に前髪クリップを入れてます。前髪クリップもこれ最近買ったんですけど、ミッフィーですね。最近ミッフィーにすごいハマってて、最近っていうかもともと好きだったんですけど、このグッズっていうかミッフィー関係のもの結構買うようになってて、はい、気に入ってます。1年前メロちゃんも汚いんですけど、買います。結構サイズ感ぴったりなので、前髪クリップに一番下の段に入れてます。これもね、可愛くて結構お気に入りです。で最後がこのミッフィーのハニーコンボバルーンバールかな、わかんないんですけど、あ、ハニカムボールですね、すいません。なんか今ミッフィーがダイソーとなんかパーティーグッズかな、結構いろいろコラボしてるんですけど、それでね、これだけ買ってきました。なんか開けるとこんな感じで開くんですけど、思ったよりサイズ感でかかったんでびっくりしたんですけど、はい、これも可愛かったので買いました。はい、こんな感じですかね。結構他にも美容系のグッズ9点とかのセールをやってたので買ったりとか、服とかね、まあ、ちょっとでかくて見せれないんですけど、服とかも、あとアクセサリーとかも結構いろいろ買ったりはしてるので、もしねリクエストが多かったら、もっとねいろいろ購入品あるので紹介できたらなと思うんですけど、ちょっとね、紹介しやすいものだけ紹介させていただきました。はい、では、今日
今日の動画はこんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。